忠様、楽しき遠出にございます。忠氏と言ったか私が乗馬姿がそっくりですから。父上と出かけておったのか。馬の乗り方を教わっただけです。待て、菅が差しようだ。お待ちを、毒をこしらえてみましょう。どのような毒だ。恐ろしいものです。人を獣に変え、仲間すらも容赦なく殺すようになります。よし、頼んだ、急げ。毒ができました。こちらを。私はここに。しかし我らは規律を守ることで民の模範にならねばならぬ。武士の模範にもな。猛虎が去った後、この毒は無用。すべて捨てる。隠れてもきっとあいつだ。見つけてやろう。遠くには行ってないはずだ。やはり。
賊は根絶やしにしたはずでは。賊ではない、菅笠衆、竜蔵の一味だ。なぜ竜蔵がそんなことを。それは俺にもわからぬ。どうしましょう。志村家の墓所が心配です。調べていただけますか。遠慮は無用だ、見てみよう。ユリ、疲れたか。大事ありません。あなた様と湖で過ごした日を思い出します。何の話だ。俺ではないぞ。大昔のことですから、お忘れなのでしょう。戦火を免れたのですね。若様、覚えていますか。ここに眠る志村家のご先祖を供養した後、午後には和歌を読みましたね。ああ、覚えておるとも。一つ読まれては。儚き仮の宿りかな。聖あるものは全て犬とは。お見事な歌です。誉れはいつか消え去り、高き者も必ず滅びる。近江に戻ろう。私は残ります。言っても聞かぬか。若様、賢くなられましたね。志村様は城に執着しすぎだと忠様はおっしゃっておりました。対馬の要だからな。力とは山のごとく大きく不動のものだとお考えなのです、志村様は。確かに決断が鈍れば兵は乱れるのみだ。戦の最中、大将は何事にも動じず強くあらねば。なれど滝をご覧あれ、動かざる岩はすべて水に削られる。力は我らの周りにございましょう。もう一つだけご一緒したいところがございます。また後ほど。失礼を。
風が冷とうございまして。ユリ、病か？まさか、とんでもない。赤島に参ろう。クスシがおる。他に参るべき地がございます。どこだ？近くにございます。クスシのもとへはその後に参りましょう。わかった。だが病ならば進路を赤島に変えるぞ。承知いたしました。相変わらずお厳しいこと。参りたいとはどこのことだ？それは言えないのか？秘密にございます。どこなんだ？ほら、ついてこられます。ユリ、急くな。開けろ、ロブ。覚えがありますか？確か湯の近くであったな。ほら、あそこ。近くに参りましょうか。なんと美しいこと。ああ。なぜここに？お怒りですか？お連れすべきではなかったのですね。下せぬだけだ。ああ。見てはおられぬのです。ご家族のことで悲しみに暮れるあなた様のお姿を。ユリ、どうした？いえ、いえ、何でも、ええ、大事ございません。いつ飯を食った？確か昨日かと。ここにいろ、何か取ってくる。子供扱いは嫌です。頼む、ユリ、しばし休め。承知しました。本当お優しいこと。すぐに戻る。獣がおればよいが。ユリが待っておるな。食わせてやろう。ユリ、ユリ、馬がおらぬ。いずこへ。
粉と薬草、この先だな。ユリの馬だ。近くにおる。ユリ、怪我は？いいえ、道にその迷ってしまいました。どうしたのだ？亡き母が手を振っていたのが見えて追いかけたのですが。村に戻ろう。いや、母の墓に参らねばならないのです。それはならぬ。どうか、これまで仰せつけを守ってまいりました。私と共に母の墓にお参りください。いいだろう、無理はするでないぞ。恩に来ます。母に連れられてよくここに参りました。植物の知識もここで。それで母親の姿を。ほどなく着きます。墓どころ？ああ、我が一族のものです。ただし様、あれは病の若様を抱えてあなた様が私のもとにいらっしゃった夜のこと。奥方様が亡くなったあとでした。ただし様、いかがなされました？聞いておる。母直伝の煎じ薬を若様に飲ませ、一晩中そばにおりましたでしょう。私の手を握りながら、覚えておいでですか？ああ、覚えておる。あの時若様が苦しむ中、悲しみを覚える一方で、
嬉しい気持ちでございました。浅ましい女でございましょう。いや、若様の病が癒えた後、あなた様から馬を習い、あの温泉に行きましたね。赤々ともゆる夕日が目の前に広がり、私はとても。申してみろ。私はとても幸せでございました。暗い正し様、何が見えますか。槍川への道がよく見えるぞ。あの戦のせいで全ての家が不幸になりました。金田の木、いつも城におられますね。確かにな。多くのお勤めでお忙しくて、共に過ごした楽しい時もなお物足りなく思うのです。あれは櫛の寺、塔が見える。よく詣に参っております。殿と若様と家族のために。良き乳母を持って陣は下方者だ。そなたには何が見える、ユリ。休むがいい。力は我らの周りにある。栄えた者もやがて滅びる。あたかも風の前の塵のように。勝負！
と。思い違えたと。まさか梶原がさようなこと。お主の目は節穴ということだな。ジン、少し話せるか。私は決して武器を取ることはない。今のは一体。梶原という男が我が館に刺客を放ったことが分かった。やつも犯人の一人だ。梶原の家はこの近く。坊主が場所を知っておるが口を割らぬのだ。それでは私が聞いてみましょう。葬儀ばかりで疲れてしまう。純真、無事で何よりだ。酒井様もご総見で。梶原というものを探しておる。居場所を知っておるな。雅子様はひどくお怒りのご様子で、あやつを殺めるのではありませんか。足立家を襲った連中とつながっておる証拠があるのだ。まさかあの梶原が一介の心優しき漁師でございますよ。雅子様は我をお忘れなのでは。純真、話をするだけだ。本当にお話をするだけならば。道沿いに海へと進めば浜に梶原の小屋があります。それで道沿いに浜へ参ります。世話になったな、坊主。幸あらんことを、雅子様。志村様と酒井様をお守り。いかにしてあの堅物から聞き出したのだ。私の言葉には頑として耳を貸さなかったぞ。あなたを恐れておるのです。恐れる？なぜだ。時にいたけだかかと。なんだと。責められる覚えはないぞ。梶原の正体は残虐な男。かつては館の下男でな。有能ではあったが、いかんせん気短であった。多めに見てやったものの、影では己の妻と娘に手を挙げておったのだ。外道めが家族に害を加えるとは。即座に館から追い出し、その妻子を我が家でかくまうことにしたのだが、翌日には夫の元に戻ってしまった。人は変わりません。期待したとて裏切られるだけです。この道を進めば浜に着く。見つかるのは避けたい。馬を降りるぞ。慎重に進みましょう。梶原なら家族を盾にしかねません。あれが梶原の小屋でしょう。猛虎がおりますな。一家全員すでに殺されておるかもな。もしくは逃げ延びたか。行きましょう。さあかかってこい。一家は小屋におるやもしれません。刃が血に濡れておる。猛虎の兵具ではなさそうだな。猟の道具です。梶原の妻子にそういないかと。いずれこうなると思っておったわ。猛虎が殺したのでは。
ならば梶原の骸はどこだ。ここに足跡が外へ続いておる。梶原のものやもしれません。一人で逃げおったか。真新しい布。布ではない、絹だ。一階の漁師が買える品ではないぞ。足跡を追いましょう。梶原か。雅子様、猛虎に襲われ妻と娘が。よくもぬけぬけと。お前が殺した。頼まれたのです。猛虎に殺されるよりは救いがあると。おのれ。ジェン、一族を殺めるため館に刺客を送ったのはお前だな。主の名を言え。答えれば楽に殺してやってもよいぞ。己が妻子にしたようにな。あのお方は分かってくださったのだ。何を分かってもらえた。あんたのせいで身を滅ぼし、家族を食わす銭もなくなり、路頭に迷わざるを得なかったことを。あれ以上は聞くに堪えん。全て出任せでしょう。身を滅ぼしたこと以外はな。サダオを見ておる気分であった。犯人どもは遺恨から館を襲ったようです。深い恨みを抱く武士が率いておるようだが、全く心当たりがない。突き止めねば。豊玉に用が残っておる。また手を貸してくれ。助太刀、感謝するぞ。よし。
や。止まれ浪人、何用で参った？浪人ではない、酒井仁と申す。侍？ならば御前に会われよ。産木谷の佐藤佐だ。さあこちらへ参りましょう。まず御前にご挨拶。頭を働かせておけ。何かお探しですか？素材が足りないようですね。助かった。どうかご武運を。このお方が産木御前です。産木谷へようこそ。猛虎に知られておらぬようですな。ありがたいことにね。ここでは争いなんて幾とせもご無沙汰。太刀を抜けばうちの者が黙っちゃいないよ。その掟を守りゃわけもなく切られることはないけどね。さてそれじゃあ御用を伺おうじゃないか。仲立ちの五郎を探しておる。なるほどね。今頃下で酒をしこたま飲んでるはずだよ。仲良くしてやりな。礼を言う。また会いたいもんだね。あんたとは助け合えそうだ。お主が五郎か。だったらどうだったんだい。そういうあんたは酒井と申す。なに、侍はみんな死んだろう。生きているか確かめるか。だがその前に聞くんだ。志村殿から借りを返せとことづかった。志村様が何をしろって？本土まで下踏みを届けろ。そいつは高くつきますよ。まして猛虎が海を封じてるんだ。借りがあるのだろう。これで返せ。やるしかねえってことだ。駒田浜の戦で志村様と一緒に借りも消えたと思ったんだ。だから飲んでたんだよ。祝い酒ということか。弔い酒だ。俺らなんかを守るために大勢が死んだんだからな。だろ？そう思うのなら覚悟を決めて戦いに手を貸せ。だけど戦える侍がいないだろう。加勢は得られる。お主が下踏みを届ければな。対馬は俺たちのものも当然だ。
べたい。魚でも米でもいい。うん、俺んちはここだ。入りな。猛虎の囲みはやすやすと抜けられねえだろうな。フミはあんたが持ってるのか。ご当人だ。赤島の海岸にいらっしゃる。なんとかしてみるか。水戸岳砦の近くに船を隠してある。この地図に目印を書いた。そこで落ち合おう。ゴロ、開けろ。今日こそは金を返すまでこっから動かねえぞ。まずい。俺が出てやろう。お主は行け。浪人が何用だ。あ、これはこれは、なぜ五郎の家なんかに。なんだと。いや、出直します。誰か娘を知っていたら教えてくれ。誰か娘ついにそれを着て戦う時が来たか。かたじけないことです。ウムギ谷で五郎を見つけました。酔っておったか。冷ましました。御身への借りを返すため本土へ船を出すと。悪人も使いよう。あやつほど海を知る者はおらん。この二人が下踏みの使いですか。そうだ。小太郎も太郎も中遊の士。鎌倉への書状を託すにふさわしい。五郎曰く近くで落ち合い船へ案内するとのこと。宵闇に紛れて立つぞ。その時までに戦支度を済ませろ。はい、叔父上。頃合いだ。皆馬に乗れ。いつでも立てます。油断せず。野党にも気をつけよ。かけろ、ノブ。その顔、聞きたいことがあるようだな。申してみよう。五郎と知り合った戦いきさつは。お金製の殻の絹を売っておったのを捕らえてな。絹を燃やし放免してやった、あやつはご金星に背いた。なぜご放免なさったのですか。力はな、加減して用いねばならぬ。弱すぎれば侮られるが、強すぎても好機を逸してしまう。猛虎の囲みは厚い。五郎は抜けられるでしょうか。抜けるしかない。我らが捕らえられたらどうします。血を恐れてはならぬ。勇気を持ち、守るべき民のことを忘れるな。志村様。五郎、船はどこだ。こちらに。生きてらっしゃったとは。よかった。よく引き受けた。見直したぞ。まあやるにはやりますが、岸を離れることなく沈められちまうかもしれませんよ。物見の兵が船に行参いますから。では奴らの気を他にそらさねばな。止まれ。ここからは歩く。水戸岳砦、我が父が槍川家から奪ったものだ。今や猛虎の砦。侍が二人で奪い返せば肝を冷やすだろうな。
砦の中で騒ぎを起こせば、うん、船の物見も目を向けるはずだ。五郎、これより我らは砦に押し入ってくる。その隙に船を出せ。ダメです、死ぬおつもりですか。いいから、下踏みを届けろ。馬では気づかれる。歩いていくぞ、良いな酒井。猛虎は手強い敵だが、不意さえつければ勝機はある。それだけで砦を落とせますか。多勢といえど一斉にはかかってこられまい。幾度敵の不意をつけると。初手だけで十分、残りは斬るのみだ。猛虎の兵だ。隠れて行けば。敵に背を向ければ背中に逃げ傷を受ける。見上げた上達ぶりではないか。こやつら恐れをなしておるぞ。それでこそ武士。ありがたく存じます。深くを取るな。救援、隠れて。ラッシャー。抜ければ。武士の境、続け。騒ぎを起こしてやれ。もうこの船にいる兵の目を残らず引きつけるぞ。だいぶ腕を上げた。
あそこだ。ジン、ヤグラへ行くぞ。切り捨てろ。また腕を上げたな、サカイ。足を止めるな。切り捨てて進め。教えた甲斐があったわ。見上げた状態ではないか。ジン、行くぞ。入江と何があった？猛虎に見つかったな。奴らの船に追われればひとたまりもなかろう。いえ、我らがおります。それにこのヒアリも敵の兵器だぞ。それを使うと今は味方の命が肝心。操れるのだな。やってみせます。猛虎の船を潰せ。砦の兵は任せろ。叔父上、ここで死ぬつもりはないがな。